軍備拡張競争、略称、軍拡競争とは、各国家が自国の軍備を拡張し、他国よりも軍事面で優位に立とうとする争いのことを指す。軍備の拡張には、兵員の増強、軍事技術の開発、装備の更新などが含まれる。アメリカの天文学者であり、作家のカール・セーガンはかつて軍拡競争を二人の男が、 腰の高さまでガソリンに浸かり、数とが3本のマッチを持ち、もう1人が5本のマッチを持っている状態に例えた。軍拡競争に絶対的なゴールはなく、あるとすれば、他国よりも優位を保っているという相対的な、ものでしかない。古来、国家は、他国家に対して、軍事的優位性を得ようと軍備の拡張に努めて、来たが、軍拡競争の最たる例は、 西側諸国の名手であるアメリカ合衆国と東側諸国の名手であったソビエト連邦の超大国同士がしのぎを削った冷戦期の核開発競争である。世界情勢に大きな影響力を持った米ソは互いに相手を上回る核兵器の開発、改良に全力を注いだ。1905年から1945年までに建造された戦艦の排水量グラフ。 軍艦のサイズやパワーは第一次世界大戦を挟んで急速に増大した。多くの海軍国による県艦競争は1922年のワシントン軍縮条約で一旦終わりを迎えた19世紀末から20世紀初頭のドイツ帝国では最初ビスマルクを更迭した皇帝ビルヘルム2世がそれまで親善関係にあったイギリスの三 C 政策に対抗する形で いわゆる3バイト政策を推進。積極的な海外進出を目的として、海軍増強をはじめとする軍拡を企てたが、この動きは、A、普ツ・ロニ事実上のドイツ包囲網である三国協商を形成させることとなり、結果として第一次世界大戦へとつながった。ソ連は、独ソ戦の勝利で得た弾道ミサイル技術と、計画経済体制で得た資金を軍拡競争に、ぎ込み、 西側陣営に対して大きな脅威となる大陸間弾道ミサイル R-36 を1970年代後半に開発し1980年に実戦配備した。これに対抗する形でアメリカは1983年ロナルド・レーガン大統領がスター・ウォーズ計画を提唱。西側に比べ経済基盤が弱かったにもかかわらず軍拡の道を進んだ。 ソ連経済は疲弊し、結局、ソビエト連邦の崩壊の一因となった。21世紀に入った現在でも、極東アジア地域においては、軍備拡張の動きが盛んである。この地域は、台湾問題及び朝鮮統一問題が焦点となっており、北朝鮮の核開発問題や海洋権益の争いが絡んで、外交上の緊張関係を複雑化させている。近年は、 中国の急激な軍事力強化が地域的なパワーバパランスを不安定化させており、ロシア、台湾、韓国がそれぞれ大規模な軍備増強を実施し、世界的に見ても有数の軍拡競争地域となっている。ありがとうございます。